少し静かにしてくれないかしら。おしゃべりには付き合ってくれないの？会話機能はありません。
やっと来てくれた。あんたがいないとこの怪異退治隊の戦力は大きくそがれちゃうんだから。戦闘なら私だって役に立つと思うけど。確かにスーちゃんは起きてる時が一番頼りになるもんね。ケイちゃん、これ以上私をからかうなら、もう胸元で岩を砕くやつに付き合ってあげないから。記録上の正式名称は獣王子傘下西洋逃亡事件特別処理行動隊。これは獣王の命によって結成された部隊の名前。この前の水泳の事件の時に無事だった人を招集して、各々が最も得意とする方法で西洋を見つけ沈めてもらうことを目的としてるの。そう、これは獣王が自ら命令を下して実現させたこと。それ以上のことは知らされてないけど、大体の理由は想像がつく。ファフォは半眼で、私は運気軍。そして獣王氏には指示を出すっていう責務がある。あんたはまあラフのために汗を流した天外の友だし。でもなんでケイちゃんみたいな一般人まで招集したの？すごく危険そうだけど。わかった。私が力になれるわけない。かえって面倒事を増やすんじゃないかって思ってるんでしょう。先週のどんな花や草にも意義があるように、経内粉にも長所がある。人前に顔を出している大道芸人であり配信者でもある彼女は、どうやって必要な情報源を増やしていけばいいのかよく知ってる。そこで経内粉にはあるサイトでアカウントを作ってもらったの。奇妙な事件の解決を名目に、そこからみんなの行動に役立つ情報を手に入れようと思って。スーちゃん聞いた？今回は力になるどころかすっごい役に立てるみたい。獣王子の巣窟としてみんなの役に立てるのってすごいことだよね。ちょっと、私も学があるわけじゃないけど、巣窟っていい言葉じゃなくない？半眼であるフォフォはみんなに指示を出すよう命じられてる。西洋に関する問題に遭遇したら彼女の指示に従って。はい、必ず使命を全うしてみせます。そろそろ行動を開始しようか。私のことは呼び捨てにして。カンア様が私をみんなの指示役にするなんて自分でも信じられない。尻尾が消えて私も辞めさせられると思ってたのに、なんでこんなことに。とにかくみんなの足を引っ張らないように頑張るから。本題に戻るけど、水炎に沈伏されてるフエンの他にも、航路が壊れた時に外に逃げ出した西洋はたくさんいるの。獣王子が把握してる西洋の習性によると、大抵の場合人の多い場所に行って宿主を探すんだって。だからきっと西洋の行く先々で原因不明の怪異事件が起きてると思う。経内粉さん、
例のサイトを見せてもらってもいい？私はまだ登録したばかりだから、あんまりフォロワーがいないんだよね。他のプラットフォームでの経験を踏まえると、フォロワーが増えれば怪異事件に関する情報を提供してくれる人も出てくると思う。そう、結構大変なんだよね。一目で嘘ってわかるのもあるけど、中にはネット上の断片的な情報だけじゃ嘘かどうか見分けるのが難しいものもあるから、閲覧数を稼ぐためにいい加減なことをでっち上げる人もいるし。それじゃあやっぱり私たちが直接確認するしかないってこと？うん、私たちだけじゃなくて獣王子の名査たちも秘密裏に調査するけど。注目を集める。ケイちゃんは得意だよね。普段から私を使って大道芸を披露してるもん。でも会員マニアたちがいるのはネットの中だし、どうやってフォロワーを増やせばいいの？それなら簡単。会員を退治して、つまり採用を人服する過程を公開すればいいの。私たちは今獣王子のお使いをしてる。私たち以上に特ダネを持ってる人なんていないでしょ。カンアさんは同意してくれたよ。採用の捕獲っていうネタを使ってフォロワーに情報をもらうサイクルを作りたいって言ったら問題ないってさ。ちょっと待って、それって秘密裏に行動するっていう原則に逆らうことにならない？それに採用は感情を食べるとき、よく被害者が心の奥底に隠してることを暴露する。被害者をネットで公開したりしたら二次被害につながったりしないかな？ああ、私は別にあなたの意見を批判してるわけじゃなくて、ただ少し心配だなって。私としては秘密裏の行動と怪異の暴露は矛盾するものじゃなくて、むしろ同じことだと思う。被害者の名前は伏せて、私たちが怪異を退治してる様子だけを、強烈な戦闘の映像だけを残して刺激的なタイトルをつける。例えばケイちゃんの怪異探索、運気軍の美少女が夜道で怪異に遭遇、3秒後ヨウマは後悔したとかね。採用を捕まえる行動は私たちによって人の目を引く娯楽動画に変化する。人々は似たような出来事にも半信半疑になって、怖がる気持ちも消えるってわけ。ちょっと、なんでまた私が出てくるの？まあケイちゃんの案に一理あるのは認めるけど。指示してくれてありがとう。さすが私の悪友だね。もちろんみんながこの怪異退治の方法をあまり信用してないのは分かってる。だからまずは情報を探して何人か選んで試してみよう。ほら見て、この投稿結構コメントがついてる。
白露様が逃げ出した？これの何がおかしいの？龍女様はしょっちゅう逃げ出してるじゃん。重要なのは逃げ出したじゃなくて下の文章の方。探偵士の意志が白露様を捕まえようとした瞬間、白露様は忽然と姿を消し、意志は肩透かしを食らった。コメントを見る限りかなりの目撃者がいるみたい。龍女様が脱出マジックを使えるなんて話聞いたことないよね。確かに西洋の仕業っぽい。西洋はもともと感覚を操ることが得意で、文献にも姿を変え奇妙な行動をとっていたっていう記録が残ってるの。じゃあこんなところで突っ立ってないで早く行動を起こさないと。まずは目撃者に話を聞いてみる。そうだね。出発する前に情報を集めた方がいいと思う。西洋が何をしたいのか、何ができるのかを知ることができれば、取り憑かれた人を助けるのに役立つはずだから。当事者に聞くのも一つの手だけど、この人たちは西洋について何も知らない。あんまりまとまってないんだけど、ちょっと思ったことがあって、私たちには別の情報源があるんじゃないかなって。カンアさんが言うには、あいつはジンによってここに閉じ込められていて、ハンガンと睨み合ってるんだって。私たちに協力してくれるかな。フエンに会いに行くって考えただけで怖くて死にそうだけど、でもきっとフエンは私に会いたくて食べたくて仕方ないと思う。フエンは尻尾にしてやられてからずっとそのことを根に持ってる。その闘争心を刺激できれば、フエンを私たちの思い通りにできるかもしれない。ラフザ、ケイちゃん、このラフなんちゃらってサイト、なんて読むの？ラフザッソ。もう本当に大丈夫なの？ラフザッソは泉州ラフで最大規模の怪異マニアが集まるサイトだから、怪力乱心が好きなラフの人ならみんな知ってると思う。このサイトにはいつも自分が遭遇した怪異事件を共有してる人たちがいるの。だから私もよくこのサイトの怪異実録を読んで度胸を鍛えたりしてたんだ。このサイトを使って情報を手に入れて怪異事件を解決するっていう名目で調査をしようと思う。メーサが大勢で民家を捜索するのは効率が悪いだけじゃなくて、みんなを驚かせて西洋の宿主に対する正義を強めることになるから。私はまだ登録したばかりだから、あんまりフォロワーがいないんだよね。他のプラットフォームでの経験を踏まえると、フォロワーが増えれば怪異事件に関する情報を提供してくれる人も出てくると思う。そう、結構大変なんだ、閲覧数を稼ぐために。それじゃあやっぱり、うん、私たちだけじゃなくて、七し人さん、この方法で西洋を探せると思う？そうだといいんだけど。でも尻尾なら、あの豪快な性格の尻尾なら、ネットに痕跡が残るかもって思うんだ。うん、七し人さんは私が自分から辛い目に遭おうとしてるって思ってる。前は尻尾を受け入れてなかったのにって。
でも尻尾がいなくなってから私の尻尾もなくなっちゃって、あ、自分の本当の尻尾のことね。鏡の中の自分の姿がなんだか見慣れなくて、仕事にも打ち込めなくなっちゃって。いろいろ言い訳っぽいこと言っちゃったけど、本当は尻尾が恋しいだけなの。ありがとう。尻尾を見つけるなら今が絶好のチャンスだよね。でも今の私たちの任務は尻尾を探すことじゃない。まずは逃げた西洋たちを沈めないと。ケイちゃんはすごいおてんばだけど、それは彼女の頭の回転が早いからなんだよね。真面目なことをするときはなかなか頼りになるんだ。あんたがケイちゃんを信じきれてないんじゃないかと思ってさ。とにかく心配しなくて大丈夫。ケイちゃんは得意分野では無敵だから。ケイちゃんに水泳に連れて行かれた日、本当ならケイちゃんを守るつもりだったのに、私驚いて気絶しちゃって。私がそばにいなかったせいでケイちゃんはめちゃくちゃなことを引き起こした。私はケイちゃんの無茶を止める責任を果たせなかったの。この雪辱は絶対に果たしてやる。今度こそケイちゃんをしっかり守…それにしても、なんであんたはまたこんな面倒ごとに首を突っ込んでるの？西洋は手強いんだよ。なんかお芝居に登場する冷静な用心棒が言いそうなセリフだね。でも私はあんたみたいに気楽になれないかな。だってあいつらを前にすると足がブルブル震えるんだもん。この前は気絶しちゃったし。あんたは私のこと笑わないよね。とにかくあんな妖魔たちがあちこちにいるなら放っておくわけにはいかない。特にあいつら私とケイちゃんを死ぬほど驚かせたんだから、絶対にこのままになんてしないから。七シビト、元気そうでよかった。水炎で災いが起こった時、私はお姉ちゃんに言われて増援を呼びに行ってたの。その間あなたが頑張ってくれたおかげで妖火の拡大を防ぐことができた。本当にありがとう。そして今この隊もあなたの助けを必要としてる。お姉ちゃんは前回の戦いでひどい傷を負って、不幸中の幸いはお姉ちゃんが気候の体で寛容してたことかな。棺に戻ればメーサたちが修繕と更新をしてくれるから命の危険はないけど、それでもやっぱり心配。血の通った体は死や怪我を恐れて自分を守ろうとする。でもお姉ちゃんは違う。だんだん自分が人だった時の常識を忘れ、自分を道具だと思うようになって体をいたわることなく酷使してるの。お姉ちゃんが戦うところを見るといつも胸が苦しくなる。他の件だったらわからないけど、西洋に関して言えば答えは明白。ラフの獣王氏は長い間忌み物の沈黙に専念してたけど、航路の危険に対しては警戒を怠ってた。そして今回の異変が起きた時、メーサと近人には西洋に対抗するための力がなくて、もはや過去の福魔の手段は使えないことが証明された。
むしろ私たちが何年も前に何気なく助けた女の子が不縁を打ち破る鍵になるなんて、世の中って本当に不思議だね。今回の件が終わったら私たちは泉州主命と連絡を取るつもり。あの泉州は低級の神話の影響を受けていて、人と西洋が共生してるから西洋の存在に何か左右されることもない。あそこならきっと西洋に対抗する術がある。あなた本当に私たちが現世と隔絶された有名から来てると思ってるの？純粋で可愛いね。大丈夫。私に近づきすぎると陽の気を損なうかも。獣王子のある場所は絶対の秘密なの。あなたは泉州に多くの貢献をしたから、もうこの秘密に十分近づいてる。もっと詳しく知りたければ怪異退治隊の件よろしくね。獣王子の半眼の過去は等しく抹消される。幽府に入った時点で外との縁は切れるから。でもあなたは今この隊の一員。お互いに協力するならお互いを理解することも必要不可欠だから、私が知ってる秘密をいくつか教えてあげる。良源が将軍との戦いに敗れた後、獣王子は別れた霊の断片を封印するよう命じられたの。ほとんどの西洋は増加航路に入れられ、自身が引き起こした災いの贖罪をすることになった。そして数十年前、獣王子は一つの依頼を受け、私に命を下した。その内容は、ある古族の少女の尻尾が開花に飲まれたため、原因の妖魔を沈服するというもの。その後私たちが現場に到着して初めて、その火の正体が外に逃げた西洋だと分かったの。どうしてかは分からないけど、良源の魂の断片の中にまだ逃げていたものがいたみたい。その力は本当に弱りきっていたけど、少女の善意によって生き残った。そしてそれは徐々に知能を取り戻し、再び人類を操ろうとする意志を持ち始めた。本来なら徹底的に西洋を払って航路に送り込む予定だった。でもあの時のフォフォは衰弱しきっていたから、彼女の命を守るために語符を書いて一時的にそれを彼女の体の中に沈めるしかなかったの。それから獣王子はフォフォをメイサの見習いとして招き、大麻や速記の技を教えた。これはフォフォの世話をするだけじゃなく、彼女が達者されているかどうかを常に観察するためでもある。もしかしたらフォフォと長く一緒にいるうちに人の哀れ慈しむ感情を学んだのかも。尻尾は拘束から抜け出そうとしたり、宿主を飲み込もうとしたりすることを諦めなかったけど、少なくともフォフォのために同族と戦った。また冗談ばっかり。有能な人ほどよく働き、よく働けば得られるものも多いと言われてるように、今回あなたが手を貸してくれることに対して獣王子は十分な謝礼を用意してるから。私よく考えてるんだ。ラフは七死人から受けた恩にどうやって報いればいいんだろうって。たくさん考えたんだけど、
ちっとも答えが見つからないの。だってこれは獣王と将軍が心を配るべき問題だもの。逃げているサイユを捕らえるために獣王士がいくつかの道具を開発したんだって。
我々は西洋であって幽霊じゃない。